はい、こんにちは。今ですね、大崎台5丁目に来てます。今前に見えるのはね、桜南高校ですね。桜南高校です。こういう感じです。高台ですね、すごくね。今県道65号線を桜に向かって、で行って、それから山王入り口っていうところを左にずっと曲がっていくんですよね。でこの間って山王、まっすぐ行くと山王なんですけど、また少し行くと今度は南図書館っていうところ、そこを右に曲がってまっすぐ来た今ところです。今こういう感じです。周りずっとこういう感じで完成ですね。ね、こういう感じでいいっす、ね、こういう感じ。お花畑、お花畑、ね、これがもう外れですね、やっぱり外れです。こういう感じで花咲き乱れてます、花が。こういう感じです。畑やってらっしゃる方いるね。こういう感じです。こういう高台なんですね。すごくいいとこにありますね。あら、こういう感じです。じゃあ行ってみましょう。非常にこの学校のね、環境が非常にいいですね。なんかいろんな工場とか会社が、企業がね、結構誘致されているところが多いですね。ね、なんだこれ、野菜、野菜売ってるのかな。こんにちは。今日はやってないね。お休みだ。ね。あ、売ってる売ってる。売ってますよ、ほら、小松菜ね、安いですね、安いですね。何作ってるんだかちょっと分かんないんだけど。結果切れるだけです。ね、いい感じですね。来る学校です。学校やってるとこないこれね、やってんですかね、学校って今。学校やってんですかね、今。学校って大体分かってないから分かんないんだけど、学校ってやってんですか。あ、かっこいいね、このうち。うわ、またかっこいいわ、ほら、かっこいいですね。学校で大体やってるんですかね、今高校って。なんかすごくひっそりしてるんだけどね。普通生徒さんいたらもっと賑やかなはずなんだよね。でもいるな、いるいる。いる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 。で、じゃこういう感じですね。こういう感じでいいっす。ね。あれ、こっち来るよ、あのバスから。
住む。グリーンバス、千葉グリーンバスっていう。うわー、すごい綺麗。千葉グリーンバス。グリーンバスって言うんだね。逆になっちゃうな。ちょっと逆になっちゃうね。ちょっと逆です。ね、逆です。待って、ここでさ入らない。立てれない。反対だ、ちょっと旗があったんです。反対でした。これ生徒じゃないね。生徒かな。うちはずっとこういう家です。生徒さんか。生徒だね。自分でやっぱやってるやってんだ。大崎台5丁目です、ね、南高校そばです、ね、大崎台5丁目です。ここ広いね、本当。すごい広いね。こういう感じです。こっちこういう感じ。ね。すごい学校広い。ほら、こうやってすごく広い。野球場もほら、これ野球場でしょ。すごいね。野球場ですよ。すごいですよ。これ野球場、一面野球場これ。ね。すごいね。ね、一面野球場。ここすごいよ、通りが。ほら、通りすごい立派ですね、ここ。ねえ、通りがすごい立派。ねえ、やってんだ、ほら、そこ、生徒いるよ。ひったくりあるのかね、こんなところでね。ひったくり
中、ひったくり中、出るね。安心したわ、ここやってんでね。え、今さ一番心配ですよ、そういうの。学生一番心配、ね、進学する3年生とかそういうのね、そういう人たちは本当心配。どうなっちゃうの。ここから下り坂になります。坂がずっと下ってますね。みかんが、みかんタワーで、あ、ね、すごくね景色がいいですよね。景色がいいところ、あれ、あの道路もずっとまっすぐ行くとJR のさくらの方に向かいます。こういう感じ。ちょっと向こう入りましょう。こっち暗いから。うわ、この家も変わってますね。ほら、もう僕も変わってる。うわ、建物がすごく変わってる、ね、こういう感じです。変わってますよ、ほら、作りが、ね、作りすごく変わってますよ。穴かのがいいね、結構ね、中がいい。中の音が結構いい。こっち逆光、こっちから撮りましょうね。え、素晴らしいね、この家。かっこいいですね。これ何？これ何？ね。まあまあ面白い。子供さん描いたやつ。ね、かっこいいさ、かっこいいオタク。ね。すごいおしゃれ。すごいおしゃれです。どれきもかっこいい。おしゃれです。はい。ね。かっこいいですね。これ小学校かなんかな。小学校があるのかな。ね、こんな感じですね。こんな感じです。こんな感じですね。ちょっとね、あ、公園か。公園じゃないこれ。確か。公園じゃないの。こういう感じ。結構いいですね。こっから景色が。ほら。景色見ようさ。ね。こういう感じです。この一角がこういう感じです。来たか、この間。ここ来たような感じはしないでもないな。四丁目来た時に、四丁目とのもう境じゃない、ここ。あ、来たね、ここね、ましたね。ね、こういう感じです。ね。こういう感じ、失踪してますね。マッチがね。夕日に入ってます。はい、じゃあちょっと登りましょう。振り込み詐欺多いんですかね、そんなに。
振り込み詐欺が。ああ、ここもこういうところが管理してんだね。ね、こういうとこ管理してんね。ね。ちょっと暗いね。ちょっと暗いね。もうこれ木が多いのかな。木が多いかもね。ね、こういう感じです。かなりなんていうんだろう。なんか自然のこう。自然の山って感じですね、これ ね。かなり自然のそういう感じです。そういう感じです、ね、こういう感じです。何分だ？16分でした。はい。